皆さんこんにちは。予想されていた方もいらっしゃると思いますが、ビデオの3本目です。前回と前々回ですね、第1回目は白夜編、第2回目は暗夜編とシリーズを重ねてきました。ビデオまだご覧になってない方、まず第1回と第2回をご覧になってから、この第3回を見ていただけるとより楽しんでいただけるのではないかと思います。ではこの3回目は、最後のルートですね、レベレーションについて皆さんで話していきたいと思います。まずシナリオについて前田さんお話ししていただいていいですか。はい、第3の物語は白夜王国の兄弟も暗夜王国の兄弟もどちらも大事なので、どちらも敵に回したくない、両方を救いたいという決断をプレイヤーがした物語になります。ただその理想はそう簡単ではなくて、そう行動した結果的に両方を敵に回してしまうと、簡単にそういうそんな都合のいい願いは叶わないというような物語になるんですけども、その中でも主人公は諦めずにその理想に向かって進んでいくという物語になっています。ゲーム先にちょっとゲームの話をしたいんですけども、ゲーム的にはどうですか。そうですね、白夜暗夜、はそれぞれ特徴はあるんですけども、今回の、レベレーションに関してはマップギミックっていうものを、その3つの中では一番多く取り入れました。その中で、白夜暗夜ではない新しい遊びをまた楽しんでいただけたらなというふうに思ってますし、またこちらも新規マップがワンスが入ってますので、またそこら辺で、両方、楽しんでいただいた方が第3、レベレーションをやっていただいても、また新鮮な気持ちでプレイしていただけるんじゃないかなというふうに思います。パッケージも対策になりましたよね。なりましたね。こちらですね。これは本当大変でしたね。かなりね時間もねかけていただいて、こういう構図にしようっていうところに行き着くのも結構ね、やっぱみんなで時間ちょっとディスカッションして、す、ね、僕すごいなと思うのが、白夜と暗夜、対になるデザインで作られたのに、レベレーションを見た時に、一緒にいて違和感がないんですよね。そうですね。これすごいなって思いました。多分それぞれのキャラクターがその服装よりも中身のキャラクターがやっぱり立ってるっていうのが、大きいのかなと思いますね。ちょっとでもこうお話ができればいいんだけど、なんかないですかね。じゃあアクア好きの人にはちょっとレベレーションはぜひプレイしてほしいなとは僕は思いますね。ある種アクアの物語とも言えるかもしれないですけど、だから白夜のパッケージと暗夜のパッケージは、アクアいなかったんですけど、はい、このパッケージでは真ん中でやっぱりキーになる人物として、アクアがいるんですけど、多分活躍の場がすごく多いキャラクターです。アクアはファイアエンブレフェイツのヒロインなので、ある意味このレベレーションがこれら白夜暗夜の世界すべての、キーとなるいろんな秘密を、明かしてくれるということも言えるので、この白夜暗夜をやって興味が出た方はぜひこのレベレーション挑戦していただきたいなというふうに思っています。